お前さん、ハッコンって名前なのか。いらっしゃいませ。へえ、もしかしてハッコンは人間の魂が魔道具に宿った存在なのか。いらっしゃいませ。やっぱそうか。じゃあ今から質問していくから、間違ってたらガンガン突っ込んでくれよな。いらっしゃいませ。ハッコンは主が存在する魔道具である。残念。お、いねえのか。じゃあ人間だった頃の記憶はあるのか。いらっしゃいませ。へえ、なるほどな。じゃあよ、そもそも魔道具に金は必要ないはずなのに、なんで価格が設定されてるんだ。ひょっとして商品の補充に必要なのか。いらっしゃいませ。残念。完全に間違いではないってことか。となると他にも金を使ってできることがあるのか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これは実際に見せた方が早そうだな。なんだ、おお、形がガラッと変わりやがった。売ってる商品も違うみたいだが。自動販売機じゃなかったら変な気分になりそうだ。そうか、ハッコンは稼いだ金を使って機能の変化が可能になるのか。いらっしゃいませ。すげえな。他にも何かできることはあるのか。おお、なんだこれ、壁のようだな。強度もなかなかありそうだ。ちょっと驚かせてみるか。おっと、出入りを自由にできる強固な壁。これって結界じゃねえか。すげえな、ハッコン。たくさん機能がある上にカゴまで扱えるなんて、魔道具の範疇を超越してるぞ。褒めてもらって嬉しいが、俺はただ優秀な自販機の体をもらっただけだ。本当に誇っていいのは彼女の知性だろう。彼女自身の力で答えを導き出しているんだから。